ようございます。2022年5月の25日水曜日、立憲民主党の衆議院議員原口和弘です。朝のご挨拶 A です。今からですね、佐賀空港に向かってます。昨日普通本会議があるんですけども、アメリカ大統領の訪日なんでしょうかね、今日にずれてるんですね。まあおかげで昨日温かい方とお会いすることができて、良い時間を持てました。ちょっと企業の名前はですね、もうご迷惑かかるといけないんで言いませんけども、松下政経塾の時に佐賀に帰ってきて、当時の知事にですね、佐賀を代表する優秀な企業っていうか志の高い企業を3つ挙げてくださいと。でそこに後輩たちを研修をお願いしたいからと。で実際にその後輩たち行くんですね。でその中の一つに有田のある企業があって、まあ、昨日そちらからですね、来てくださいました。すごく嬉しかったですね。あったかい、方を2人で、この YouTube もご覧いただいてるということで励みになりますね。でその企業のトップ、すごく立派な方でですね、前の先代も、もういわゆる大臣って言葉、大きな人と書いて大臣って書きます、読みますけども、大臣そのものの方だったんですね。で今その後継者の方にもですね、それからその弟さんが私の学校の先輩で、まあ、井出先輩と同級生ということで、まあ、井出先輩とその方のエピソードも聞いてくださってるみたいで、まあ本当に人を紹介して怒られるっていう人はめったにいないんですけど、20代の頃、県会議の頃ですね、なんていう恐ろしい人を覇気ですね、覇気紹介したんだというお叱りも受けたんですけど、今でも天国から守ってくださってるなっていうのをつくづく思いますね。でここに総観音様って書きました。総観音様と井出先輩、総観音様で皆さん検索をなさってみてください。綺麗な観音様の、陶板画が出てくるかもわかりません。で私がですね、視線をさまよってた時、もうこの夜の明けるのがっていうか、そうですね、1分1秒が苦しくて、もう身の置き場がないっていうきつさですね。精神的にもそうだけど、肉体的にももう激しい痛みとですね、それからその体の、まあ、ホメオスタシスが完璧に壊れて、循環器系もですね、まあ暴走っていうか、人間の体ってこんな風になるんだなって思う反面、なんていうかな、それでも夢は見るんですよ。短い時間で。で、短い時間の夢はですね、足がちゃんと動けてた、あるいは体も動けてた時の夢なんですね。で、そうすると、起きると、ベッドにくくりつけられてるっていうか、もう、ベッドの外にも出ることできないどころか、起き上がることもできない。ベッドの上に起き上がることもできない。寝返りもできない言うんですね。でもうちょっとこれダメだなと、こうやって終わりになるんだと、全くのその医療事故っていうか、その院内感染でですね、足を切んなきゃいけないという事態に追い込まれたんですけども、その時に
そのある当伴がっていうか当伴がとも知らないんですよね。総観音様のお姿に接したんですね。インターネットで、それなんでそのお姿をプリントアウトして、それで枕元に貼ってもらったんですね。それ亡くなった妻に、まあ本当に面影がそっくりで、ああこうやって妻のとこ行くんだなと思ってたんですね。でその観音様に手を合わせって言ったって向かい合うことできません。あのベッドの頭の上ですから、見上げる感じでですね、手を合わせてたんですね。でその時に井出先輩が私が入院してる病院まで来られてですね、で入り口で吸ったもんだあったらしくて、吸ったもんだって言っても病院が悪いんじゃなくて、あまりにも異形のその覇気を発してる人で、その国会議員にしかもこう瀕死っていうか、面談も限られてた時ですよね。その入り口にちょっとすごい方がお見えになってますと、もうすごいというその言葉そのものなんですよね。もう井出先輩には申し訳ないですけど、その他に形容しようがないで、まあそれでもあ多分井出先輩だと思って、お名前聞いてくださいと、で井出先輩だったんですね。そしたら井出先輩がおっしゃるには、お前の命のその火が消えようとしてると、だから仏様が行けと。井出先輩は僧侶なんですね。ご住職西念寺っていう伊万里のご住職で、まあ、東大の空手部のご出身で、まあ、前にも申し上げましたけども、その喧嘩する相手をですね探して歩くような20代を送っておられるんですね。もうとんでもないまあ、でもその空手ですから、自分からやったらもうそれ罪になりますからね。その相手が手を出すのを待ってるんだという人でしたとは友達から聞きました。本当かどうかは、まあそんなことは多分ないと思いますけどね。でまあちょっと脇道にそれましたけど、その命の火が消えそうになってると、ついてはお前のために来たと言って来てくださったんですね。で手に持たれてたのが、その私が飾っている、その毎日拝んでるっていうか、そこに行けたらいいなと思ってる総観音様だったんです。全く同じ、そんな偶然があるかと。もし仮に生き残ることができて、退院してですね、この作者の方に会うことができるんだったら、会って直接お礼を言いたいと思ってたほど、まあ綺麗な観音様の像ですよ。でブルーが貴重でですね、ブルーって言っても紺ですね。紺でそれをその井出先輩がお持ちでですね、本物は高いからレプリカを買ってきたと。本物はそれこそ井出先輩でも買えないような値段なんだそうですね。ででも驚いたんですよ。そのあまたあるその
まあ、観音様もいろんな観音様がおられますし、しかもその同一の絵を、私のはそのプリントアウトしたものですけども、ものを持ってこられると、あの久保泉におられる井出先輩の同級生のそのはちみつ屋さんですね、はちみつ屋さんのはちみつとその絵を持ってこられて、お前これをあの舐めろと、そして元気になれというおっしゃるわけですね。でもうその頃になると食べ物も喉に入んなくて、その一日いくらのカロリーってお医者様に言われてたんですけど、その MRSA を退治する薬がですね、真っ赤な色したものすごい匂いの薬で、もうそれを飲むと一切そのものを受け付けないんですよね。でもその不思議なことに、その先輩が持ってこられた蜂蜜だけはですね、まあ溶かして、お湯に溶かしてもらって、舐めてたんですね。でこの先輩、このなんでこの絵をご存知ですかというと、お前のその他人の先生の弟じゃないかと、他人の先生って言っても どなたなんだろうと思ったら、小賀武夫先生ですね、あの地球市民の会の、もう亡くなりましたけど、担任じゃないんですよ。あの高校の時の非常勤の英語の先生で、この方もその空手道場、古賀英語道場って今もございますけども、その先生で、まあこの古賀武夫先生もまあむちゃくちゃな方で、あのまあ古賀先生については言えないんですけど、その弟さんの草場和久さんの作品だったんですね。これは陶彩画というんだと、あの陶器の陶に彩りって書いて、そして今でもあの本当に大変な芸術家で、その銀座とかでですね、あの個展を開いておられます。私もあの買えるようなお金があったら、もうぜひ一個その総観音様のですね、もうレプリカでもいいからあの買わせてもらいたいと思ったんですけど、その絵が来た時にですね、ああ守られてるって思ったんですね。その天とつながったっていうか、天にこう今ちょうど太陽の光がこうやって降りてきてますね。その天が生かそうとしてくださってると思ったんですね。で、まあ、井出先輩は、お前のその嫁さんの直子さんはこの総観音様のその涙のひとしずくだったのかもわからんなっておっしゃって、まあ、それこそ涙が止まらなかったんですね。妻がその井出先輩の手を借りて降りてきてくれたんだと思ったんですね。世の中って不思議なことがありますね。その究極のところでもうこれはもう無理だと、まあ、実際にあの国会に復帰してからもですね、医者の仲間がなんで生きてるんだと言うぐらい、あの難しい状況だったんだよってあの言ってくれて、まあありがたいことですね。さて、あの仮想敵国をですね、3つですか、あの抱えて、軍備、防衛費の増強を岸田首相がバイデン大統領に約束をしたようですけども、バイデン大統領がおっしゃった台湾についてのことはあの
昨日国務省ですね、国防総省のラインで訂正をなさってますね。で、私はこの国連って言うけど、ユナイテッドネーションズっていうのは連合国っていう意味ですよね。連合国、つまり第二次世界大戦の連合国で作ったのが今私たちが国連と呼んでいる組織ですよね。で、まあ、そこに常任理事国で敗戦国の日本を入れると大統領が言ってくださるのはありがたいことですけども、その前に敵国条項をまずは撤廃してもらわないと困りますね。それからだって敵国、ユナイテッドネーションズの敵国、いくつかもありますけども、日本、ドイツ、イタリア、その他ですね。で、そもそもその戦勝国同士で東西冷戦をやったり、それから戦勝国同士で仮想敵としてですね、いがみ合うと、対立し合うと、それだったら国連機能するわけないですね。つか国連じゃないんですよ。国際連合って訳し方がユナイテッドネーションズでできるかなと思ってですね、思ってたらやっぱり元大使の方がお話を同趣旨のことでなさってますね。まずはその5カ国核保有国、国連の常任理事国でまとめてくれって話ですよ。そうじゃなくて、お互いその5カ国同士、しかも拒否権持ってるということは、5カ国が俺はこう思うんだとやると集団安全保障って機能しないんですよね。集団安全保障と集団的自衛権の区別がつかない国会議員もいて苦労したんですけど、1990年代の終わりぐらいに。集団安全保障っていうのは、その世界政府っていうことは無理かもわかんないけど、どこかの国が凶悪なものに襲われたらみんなで守りましょうと、簡単に言うとですよ。定義はもうちょっと厳密ですけども、そんなことですけど、そもそも P5 って言うんですけど、全部核を持ってますでしょ。核で脅しながら、そしてお互いいがみ合うと、世界が平和になるわけないですよね。んで、なんとかっていう国が仮想敵だから軍備を増強しろと、日本で言うと軍備っては言わなくて防衛費って言うんですけども、防衛費を増強しろと。で、それに巻かれてですよ、増強してもろくでもないフォーリンミリタリーセールス、有償軍事援助を買わされるだけでしょ。もうじき佐賀空港ですけども、佐賀空港オスプレイ基地、オスプレイとか今回ウクライナで出てます。まあもちろん旧ソ連の国だからスホイなんとかとかね、そういうことですけど、もうなんていうかな、あれほどウクライナウクライナって言ってた人たちが今黙りこくってますでしょ。アゾフ大隊についてもそれこそ適当なこと言ってた人たちが黙りこくってますでしょ今。本当になんていうかな、干渉国家とかですね、それから保護国、不沈空母、そんなこと今言うとですよ、日本がそういう国だって言うと左翼が何を言うんだって怒るネトウヨの人がいますけど、今の言葉は私が言ってんじゃないですからね。日米の政治の中核にいた人が言ってる言葉ですよね。
で、その干渉国家になってしまうと何が起きるかというと、まさに干渉ですから、争いの間に入ってですね、戦場にされちゃうんですよね。盾にされる、犠牲になる。そんなバカな話はないでしょ。これなんていう花なんだろう。綺麗ですね。さて、もうまあでも日本の方々もですね、随分そういう構図に気づいてこられた方が増えてきました。頑張っていきたいと思います。さて、もう空港に着きました。こんな朝のご挨拶の十何分ですか、20分ちょっとかなで着くんですよね。綺麗な朝日を見ながらご機嫌ようしたいと思います。今日は、羽田に着いたら松下政経塾の町会にですね、リモートで、所感をお話しすることになってます。楽しみですね。ありがとうございます。じゃあ皆さんどうぞ良い一日を。空でね、Wi-Fi がうまくつながればまた空からお送りしたいと思います。じゃあごきげんよう。